ちょこんと当ててショートバックホーム、挟みました。石橋が挟んで三塁、あっと交錯する形、高橋取ってタッチアウトになっています。この間にランナーは二塁三塁進んでいます。いやー、野見さん、ここはどうでしょう。まずドラゴンズがしっかりと1点を守りました。ちょっとね、強殺プレーっていうかね、その連携のところ、ちょっと乱れたところもあったんですけど、ね、本当はね、まあ、梶谷選手が、ね、挟まれてる間っていうのはね、あの他の残ってるランナーがね、次の塁狙うんですけど、はい、これ本当はね、行かなくてもよかった、いいというかね、させないところだったんですけど、やっぱぶつかってしまった分で、ね、もうどっちもランナー進んでしまったので、はい、そうですね、ちょっともったいないって言えばもったいないですね。確かにうまくアウトにできていれば、あの、はい、ワンアウト1塁2塁だったかもしれないものが、ワンアウト2塁3塁になってしまったと、はい、これでなってしまったので、